はい、こんにちは。続けて、チームデスマッチ。ちょっとね、変わったマップですね。スカイクレーパーっていうのこのマップ。なんか結構スナイパーマップっぽいような、遠距離のね、戦いに、遠距離が戦うようなね、場所が多くて、まあ、近距離で近距離でね、行けるんですよ。まあ、ここ降りたとことか、あるんでね。おお、負けた。この謎のマップ。まあ、今回ね、ヘッドショット一発なんで、遠距離合戦にも付き合うことはできるんだけど。さあ、うおー、やられた。壁抜きされていく。どうしようかな。まあ、このマップで何回かやったことなんで、結局こっちを取っていくのがね、いいんで、こっちから相手の自陣に攻めていって、スコア稼ぎをするっていうね、マップになってますね。うん、どうしようかな。進もうかな。さあ、出れば、来た。はい、頭抜いていく。こうなっちゃうんですね。まあ、詰めるか。ちょっとずつ詰めていきましょう。はい。これね。で、もう一人頭抜いて。さあ、もう一人。ああ、青いよ。ここ。これなんだよな。よし、なんとか抜いた。もうね、ヘッドショット合戦になってんだよ、あそこ、フィールド。あんなん付き合ってらんねえよ。よし。さあ、降りよう。今回も降りよう。で、正面にもいるんだよね、結構。あ、いるな。気づいてない。よっしゃ。暴れた。さすがにきついか。おっと、固まった。危ね危ね危ね。頭は見えないかな。あ、いた。おー、しゃがんでる。ちょっと付き合ってらんないわ。あんまね、遠距離戦得意じゃないんですよね。スナイパーとか絶対やらない。上から、あ、いいね。よし、入っていくぞ。中入って。よし。よし。よし。うわぁ、後ろか。おっと。よし、一人やった。あ、きついな、これ。よし。あの頭全然動いてない。狙い放題じゃん。何？え？あ、そっち？ MSR。うわぁ、狙われたか。おっと、ナイフで暴れている。ちょっとこれ、クスモフタコ。さあ、上がってこい。上がってきたー。ああ、そっちか。あれ、頭じゃないな。よし、右から攻めていく。ちょっと待って、なんかちょっとダメだ。集中力がちょっと保たねえな。遠距離戦やるとね、ほんと疲れるんだよね。あの、ペンエイム。ペンでエイムするでしょ。あれが疲れるんだよね。おっと、危ねえ。今、こういうの楽。こういうの超楽なんだよ。あー、やだね。あんまり遠距離戦をやらない方がいいな。一応1位は取ってはいるけど、ジャンプしてる。なんだろう。ずっとジャンプしてんね。おっと。さあ、降りていくぞ。あ、
誰もいない。おお、バレてるか。バレてましたか。よし。いや、あれやりたくね。うわー、やられた。おっと、ちょっと待って、俺スモーク持ってる。さあ、気にせず突っ込む。後ろから倒していく。あー、ダメか。これ頭抜けたよね。でも今ダメか。あ、頭出てる。ダメだ、やめよう。なるべくこう遠距離マップでもね、攻めてって近距離詰めていけばね、結構スコア取れる。そうやって行きたい。そう、こういうね、こういう感じでね、ちゃんと詰めていけばね、スコア稼ぎできるんでね、なるべく近距離でやりたいですね。すごい、結構いい勝負だな。130対128。よし。おお、なんだなんだ、どっから出てきたの。どっから出てきたの。あー、やべ、めっちゃいた、めっちゃ光ってた。あー、いるね。入ってきそうな感じ。いるいるいる、一人やる。もう一人。よし。あー、あれ頭抜けないか。惜しいな。結構惜しかったな、今の。なんかあれだね、サブマシンガンの新武器が欲しい。サブマシンガン、なんかあれ、もうなんか出る要素ないな。おーっと、ケツ。あ、やべ、あははは。超光ってる。サブマシンガンの新武器って、でもなんか思いつかないな。なんかあるかな。大体なんか有名どころ。あ、MP5 出てなくない？サブマシンガンといえば MP5 じゃん。あの安定した、いろんなとこで使われてる。だしさ、MP7 出てて、まあ、ベクター出てて、MP、まあ、MP クソラも知らないんだけど。P90 ね、有名どころ。サブマシンガンっていうよりはパーソナルディフェンスウェポンなんだ。いや、MP5 はぜひとも出してほしい。まあ、今更感はあるけど。はい、180あたり行ってて、結構いい勝負してます。結構ね、敵が強いっすね。敵が強くて、個人的には。僕より上手い人はいっぱいいるんですが、なんとかそこはもう相手陣地のスコア稼ぎでごまかしています。こんな感じで、ね、おお、うっそ、これ悔しいな。さあ、残り32秒、このスコアいきたい。うわー、みんな上手いな。残り7キル。7キルを1人、2人、ヘッドショットガンガン出していく。さあ、残り4キル。ライフ7。突っ込む勇気が出ないが、突っ込むぞ、ここはあえて。さあ、行け。うわぁ、奥か。ああ、残り5秒。
かめや。おお、200いった。おお、なんとか勝てましたね。200対196、ギリギリ勝利ということでね、シグの556ラスで割と遠距離マップをね、近距離で攻めて横から頭ぶち抜いたら、成績は、あ、今一応、まあ、トップっちゃトップか、こっちのチームでトップ取れたんでよかったっす。